はいどうもはい、お知らせの時間ですよ。お知らせの時間でございます。ですね、5月の22日から5月20、今手がピンってなったけど、指がピンってなったけど、28日まで、22日から28日まで、ブランベール那須さんにまた木島お世話になることになりました。ありがとうございます。毎月毎月というわけでもなく、不定期でお伺いさせていただいてるんですけれども、また今回舞台が終わってすぐ、たたた探検組合さんの舞台が終わってすぐ行くことになりましたんで、皆さん遊びにいらしてください。もちろん宿泊もう大歓迎も最高ですけれども、そうじゃなくても日帰り温泉、日帰り入浴とか、あとはプール、クワハウスね、立派なね、恐竜がガウガウ動く素晴らしいプール、恐竜プールに入る前にこの来るところから恐竜いるんですけど、まあそれでこう楽しむことができるホテルですので、ぜひ遊びにいらしてください。そうだ、あとあれ、自転車乗ってる方々、サイクルピットだよね。サイクルピットっていうあれで自転車止めるところもあるし、水とかコーヒーとか、水は当たり前か無料で飲めたりとかするロビーなんかはあれですから、休憩しがてらお風呂に入ったりプールで泳いだり、気持ちいいでしょう。もうあったかいからプールに入って、で休憩して帰るとか、そういうこともできますんで、もちろん自転車乗ってない方でもね、日帰りでそのプールとかできますよ。それとあとあれですよ、これですよ、マルパカちゃんのグッズ、 T シャツやら何やら、いろんなもの置いてます。あと美味しい餃子せんべい、それも売店にありますんで、僕動画で何回かね撮った餃子せんべいですよ。あれも美味しいですよ。あれもありますから、ぜひ遊びにいらしてください。木島、5月22日から5月28日までいます。一日中いるわけじゃないので何とも言えないですけど、出かけたり帰ったり、出かけたり帰ったりとかいろいろしてますんで、一日中ブランベル那須さんにいるわけじゃないですけれども、22から28は那須ブランベル那須さんにいます。どっかで見かけたら声をかけてください。どっかで見かけたら声をかけてくださいちょっとおかしいですけども、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。ブランベル那須さんでお会いしましょう。それでは。